よう、今日はどうまた来てく。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？宴の手。ありがとうございます。脅威が語る話はにわかに信じがたいものだった。織田勢力が奪起と組んで騒乱を起こしたというのである。誓いを結び共に歩んだ平穏な日々は偽りだったのか。蜀徳川連合の陣内に悲憤と疑念の声が満ちる。しかし英傑たちに立ち止まっている暇などなかった。まずは騒乱を鎮め真意を問いただす。そう決めた蜀徳川連合の若者たちは織田勢力が寄る本能寺へと急行した。やはり脅威様の言う通りでした。織田軍はすでに臨戦態勢です。しかし、まだ信じられません。なぜ織田軍は奪起と組み、拙者たちを。理由は、信長殿に問わねばわかるまい。できれば、話し合いで解決したかったが。すでに、交渉の機を逸しています。今は勝利することのみをお考えください。織田軍の強さは、稲がよく知っています。脅威様の言う通り、先手を打つべきかと。気は進まぬが、やむをえんか。皆、織田軍への攻撃を開始せよ。信長殿の真意を問いただすのだ。雑魚が踏みつぶされたよ。出す先は信長殿だ。皆進軍せよ。信長様は何をお考えなのか。何としても真意を取り正さねば。なぜ信長様は奪起などと手を組んだんだ。官兵、今は戦いに集中して。披露せん。最強の武器ではない。ここまでよ。信長様のもとへ急ぎましょう。確かにここで悩んでいても仕方ない。信長様のもとへ行きましょう。お見事なお手並みです。手触りだ。鬼に朽ちるまで戦う所存。しかないようだな。敵将撃ち取ったぞ。お
お見事です。お見事にございます。披露せん、目障りだ、目障りだ。待てよ、ヘイヘイ、敵将討ち取ったぞ。最強の武王になる。
白黒はっきりして気持ちいい。お見事にございます。ランの命に変えてもここで食い止めます。今だ、侵入者を包囲せよ。ポン。信長に弓引くなど無用。信長様、何をお考えなのです。目障りだ。さっきなどに首吊るとは。目障りだ。やりますな。目障りだ。お主の相手は柴田が務めよう。この俺を両方戦として挑む。手強い。我が魂、今こそ披露せん。お見事なお手並みです。負けちゃえ。待てよ。けい、けい。待てよ。一段と冴えておいでですな。目障りだ。目障りだ。目障りだ。目の覚める戦に見事。何をやっているのです。私たちは平和を誓った同志。それがなぜこのような真似を。なぜですって、あなたが言い出したことではありませんか。バカな。私はダッキたちと戦って、その後この俺の分、誰にも。ダッキと戦った後の記憶がない。気絶した私を。でも、どうやって。教医様、何か覚えていることはありませんか。すまないが、何も。だが、意識を取り戻した時は、一人だった。
そして急ぎ戻った時には皆はすでに出立した後だったのだ。あの脅威殿は本物のように会話していた。傀儡の術にかけられたとは考えづらいな。そういえば夢うつつで尻尾らしき影を見たような。官邸らの前に現れた偽の脅威であろう。尻尾らしき影とやらにたばかられたか。偽物が争いを先導していたとすると、ダッキが何か新たな力でも得たのでしょうか。信長殿、光秀殿、すまぬ。どんな事情があれ我らが攻撃したのは事実。このようなことの後でぶしつけだが、今後は協力しダッキと戦ってくれぬだろうか。愚問ぞ。ダッキが絡んでいると分かった以上、騒乱がこれで終わるとは思えません。これからは連携してことに当たりましょう。劉備殿、よろしくお願いいたします。おお、ありがたい。この恩義、劉玄徳、生涯忘れはせぬ。最強信長様、義軍が南軍に向け進軍。おそらくは我ら織田軍攻撃が目的かと。近頃妙なことばかりね。退屈しなくていいけど。またダッキが関わっているのかもしれません。義軍との戦いは避けるべきではありませんか。つまらないことを言うのね、乱丸。何も起こさなければ黒幕も動かないわ。おのおの言う通りよ。今は戦に興じようぞ。よう、今日はどうするんだ。
また来てくれよ。